仙台消防局のまとめでは、おとといまでの1週間の救急搬送困難事案は83件で、前の週より3件下回りました。このうち新型コロナ感染が疑われた事例は、前の週より1件少ない13件となっています。救急搬送困難事案は、救急患者の搬送時に医療機関への受け入れ要請を4回以上行い、かつ現場に30分以上待機したケースを指します。 仙台市のピークは去年8月8日から14日の221件で、この当時よりは3分の1に減ったことになります。ただ依然コロナ禍前の2倍以上となっていて、仙台市消防局は患者の受け入れは改善しつつあるものの、スムーズになったとは言い難いとしています。